こんにちは。ファンキャリア代表の田村です。本日は海外駐在員を派遣するまでの人事部がすべきステップの第7段階目を行う上で、7給与支払いや健康保険の療養費申請、税務手続き等の毎月の税務、労務管理を行う上で重要なことをお話しいたします。海外駐在員を派遣する前に、駐在時の基本給や諸手当、ハードシップ手当、家族帯同手当、単身赴任手当、時間外手当等に関して、社内で制度構築を行い、対象駐在員と合意のした給与を支給することとなりますが、給与の支払い方は非常に複雑です。日本本社から駐在員が所持している口座に振り込むのか、海外現地法人から振り込むかによっても違いますし、また、海外駐在員の日本での口座に振り込むのか、海外で作った口座に振り込むのかによっても、税務的に違いが出てきます。日本本社での席は、残しつつも海外駐在員として勤務するということで、日本の国税庁としては、適切な給与支給でなおかつ、駐在員の所得税の納付逃れがないように、現地法人から適正な支給をしているのか、給与の支給の流れが明確な形なのか、振込明細や出向先の現地法人と日本本社間での支払い契約書が交わされているのかなどを非常に厳しく管理しております。ですので、駐在員に対して給与を支給する際には、本人の家族構成や滞在時の生活における必要経費がどうなのかなど、従業員との面談も適度に重ねながら、滞在する海外での現地法令を遵守し、企業や駐在員が余分な時間や経費などのコストをかけず、また、事務手続きが煩雑にならないように、多角的な視点で注意する必要があります。また、海外駐在中に駐在員が負傷したり、病気にかかったりした際の医療対応をどのようにすればよいか、実務で悩まれる企業も多いです。海外駐在員と日本本社との雇用関係が継続している場合には、会社で加入する健康保険を利用して、海外駐在中のケアにかかった費用を保険請求するとしている企業もあります。ただ、海外駐在中の負傷に関する健康保険の利用に関しては、原則駐在員の立て替え前払いとなり、後日自己負担額を除いた金額が返金となると、時間的、キャッシュフロー的なことがネックとなる一つです。また日本の保険診療を利用できる海外の医療機関によっては、選択できる期間が限られたり、医療機関での待ち時間が多大になることから、日本の健康保険を利用することで、反対に療養費用の申請をすることが大変になることもよくあります。ですので、公的な健康保険に加入するだけでなく、民間の海外旅行保険に加入することを検討することも選択肢の一つです。ただ、海外旅行医療保険でも医療対象外となる歯科医療、妊娠、出産、持病の治療等に関する費用負担を会社でどこまでの金額を支給するかを検討しなければなりません。日本で加入している公的健康保険と海外旅行保険での保証額で賄いきれない金額を会社でいくらまで支給するか検討する際には国内勤務者と海外駐在者との福利厚生のバランスや対象海外駐在員の治療歴や赴任時の年齢、通常生活における素行を考えた公平な保証金額の設定、赴任国での医療水準レベルがどの程度か等を総合的に考えることが重要です。また、海外赴任中の治療費が増大にならないように、予防の観点で栄養管理や健康管理用のウェブアプリケーションの提供や、
スポーツジムの会員権等の福利厚生を会社で積極的に支給していくことも重要です。また、海外駐在中に持ち家や土地を第三者に貸与して家賃収入等を得る場合には、日本国内での確定申告が必要になったり、また、持ち家の購入の際の住宅ローンによる所得税控除を利用していた駐在員に関しては、海外駐在中に住宅ローン控除利用中断手続きが必要になったりと、日本国内で税務手続きが発生することもあります。その際には、日本国内で発生する税務手続きをお願いする納税管理人を選任する必要があります。海外駐在員の親族や会社の顧問税理士に依頼することが多いので、海外駐在中に発生しそうな税務手続きがあるかどうかを、次期駐在員に詳細にヒアリングし、会社でどのように税務手続きに関わるかを考えることが重要です。以上で、給与支払いや健康保険の療養費申請、税務手続き等の毎月の税務、労務管理を行う上で重要なことをお話ししました。次回は8海外駐在員の日頃の健康管理、メンタルヘルス管理をする上で重要なことを詳しくお話ししていきたいと思います。